イスプロデューサーのケイスケと、よいしょ。さあ、ということで本日はですね、こちらダンハンズさんに来ております。はい、ありがとうございます。ということで、なんと、今回ハンズさんの撮影協力のもと、ある企画を撮影させていただくんですが、はい、なんと、うん、ハンズさん貸し切りの撮影、はい、初みたいです。マジで？マジ？YouTuber。超光栄だね。すごい。あとで LINE の交換だけでも。なんか個人的な。つぶでお願いします。個人的なやつしたい。だってさ、ハンズなんかさ、まあ、俺らは関西にもあるし。ありますよ。行ってた学生時代。行ってたよ。行ってたよ、もう。ここで文房具揃えるのが面白いね。いや、そうやねん。まあ、緑といえばハンズですから。うん、はい。今日ハンズカラーで来てます。あら、お合わせたんや。今回なぜハンズさんで撮影しているかと言いますと、なんと僕たちのエグジーがハンズさんで置いていただけることになりました。ありがとうございます。まあ、それを記念して今回はこのハンズさんで撮影しようと、はい、前回はまあドン・キホーテさんにエグジーを置いてもらうっていうことで、ドン・キホーテさんで企画を飛ばしてもらったんですけど、今回それのハンズさんバージョンということで、はい、企画も前回と同じでいきたいと思います。はい、はい、ということで本日の企画、ハンズでカゴパンパン男気ショッピング。もう今回僕初参加ですから。そうだよね、前回君たち3人でしたから。前回は、いや、お前前回3人で21万だよ。ね、俺それ見てたよ、ちゃんとインフルエンザだけど。いや、ちゃんとおもろかったな。こういう企画の時絶対誰か1人休んでる。うん、そうなんだよ。すっげえあいつだ。すごいな。なあはい、ということで前回とルールは一緒で、今回新宿のハンズさんにいただいてるんですけど、はい、ワンフロアごと制限時間10分で、それぞれ散らばってもらってカゴの中に、好きなものを入れてください。はい、フロアごとにそれをやりまして、最終全員のカゴを会計してもらって、その合計金額を男気で支払おうという企画でございます。はい、はい、1個出ていいですか。はい、はい、どうぞ。あのこれマジで、うん、ぎっくり腰になりまして、あれ今もう脇をちねりながら今オープニングしてるんですけど。なんかつねってる左手。あのこの前ショート撮影で走り幅跳びみたいなやったでしょ。やったね。ああ、味噌汁が出た。もうほんまに一番体弱ない。弱いな、見た目に似合わず。まあでもこのおかげで今日金額安くなる可能性あるから。まあそうだよ、マジで。俺らとしてはラッキー。俺らめっちゃ動けねえから。そうだよ。いやでも俺今回結構楽しみにしてる、この撮影。ネットで売れ筋ランキングとか調べて、はい、欲しいもんも僕メモしてます。キャー、そういうのいいのあんねん。あ、そうなんや。まあ、お前らわからないやろ。隠れ商品があるんだ。隠れ商品があります。ということで、まず最初は7階のキッチン、バス、トイレ用品、クリーン、ランドリー、寝具、包丁系の、包丁系のフロアになっております。はい、包丁系にょ。もう笑ったら腰に響くから、この人。前回と違ってちょっと広いんで、うん、今回5分じゃなくて10分なんで、はい、しっかり吟味して、はい、そこに入れてください。はい、ということで早速ハンズカゴパンパン男気ショッピングやっていくぞ。シャッ、よし、早速始めたいと思います。はい、おっ、ではトールの合図でいきたいと思います。よーい、スタート。よし、いきます。10分やからやばい。こっちだ、こっちだ。結構ね、こう大きいものもあるんですよね。ただ今日こういうのは持てない。マジで。これ上がってる頃には引っ越してるんで、引っ越し商品いっぱい揃えたわけですよ。かっこいい水筒見つけたんだけど、やばい、今回いっぱいありすぎてわけわかんねえぞ。商品がありすぎて選べない。じゃーん、頭痛、生理痛、室内外薬品。朝早すぎてさ、今日ちょっとテンションが。ごめん、これちょっと冗談です、本当に。でもこれいい商品だよね、これ。俺結構個人的に好きなんだよ、キャロリー。ただ俺シャワーしか入らないからさ、基本家じゃあんま必要ないっちゃ必要ないんだよね、これ。あ、でもあれか、じゃあ次ちょっと他見に行きます。でも本当に欲しいのがあった場合俺買おうかなって感じなんで。うわ、えっくいの見つけました。ウォータードリッパーウッド2リットル22万円行きたい行きたい。これ何なのこれ。
でも22万はやばいもんな。ちょっと待って、携帯見る。タオル、バスタオル、これ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 見て、ホテル仕様バスタオルっていうのがね、サンズに置いてるんですよ。なんでバスタオルをね、もう新品でめちゃめちゃ買いたいと思ってたんで。これ5500円ですよ。5500円。ちょっと待って、僕はこのホテル仕様バスタオル3枚でいきます。やべえ、カゴがもうパンパン。2個目いきます。まだまだ余裕でしょ。ちょっとフェイスタオルとかさ、あっとこ。確かに。いや、これはあの低服用3枚買います。あっ、えぐいの来ました。うわっ、すげえ、結構美味しかったんな。高いやつてか、俺これ1個でいいんだけど。頑張ろう。ちょっと待って、もうこれだけでいいかも。うわっ、俺洗濯ノット欲しいんだ。今思い出した。大物用台、パーカーなら2枚。よし、こんないります。いる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 。1個605円と550円です。はい、行きましょう。あ、リカバリー T シャツや。これ欲しいねんけど、これぴったりがいいのかな。L にするか。これ切ってもらうっていいか。やってもらえますよね。うわ、この睡眠系熱いぞ。え、ちょっとやばい。何かないかな。これとかめっちゃ可愛い。え、これどうしようかな。あ、もうやもうあいやいやいや。触った時にもうパッ。すごいねこれ。どうしよう。やばい、俺すっからなんだけど。いや、何分何分？残り5分。やっべ、マジで。早っ。最近前から買ったからいい。ただどうせだって4分の1で買ってもらえる確率があるんだろ。詰めた方がいいに決まってんじゃん。これいいの見つけました。こいつは俺も大学時代に持ってました。もうこの最後の時間もたまんないんだよね。こっち系って、見てこれ、おろおろ、お空に飛んでいきます。じゃあサメさんいただきます。こいつ可愛いから。おい、マジでこれ、あの、舐めてるやろ。マジで肌触りといい、もちもちといい、もう化け物。残り3分です。3分え、やばい、あと3分とか言ってたんな。ありました、包丁欲しい。かっこいいから、ちょっとね、こちゃんで魚をさばきたくて。デバないな。あ、これデバか。スタッフさん、あ、ここです。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、こちらデバ包丁、魚さばく用ので買いました。グラス買います。はい、コップも全部捨てたんでグラス3つ買います。もう完全に引っ越しスタイル。つらおい、しっかり俺のこと追いかけろよ。お前分かってんのか。お前見失うの俺のこと。残り1分。いや、残り1分。やばい、ここきつすぎて無理だ。これ見て、ほら、こうなんかお鍋みたいなんで魚焼けるんよね、これ。いや、ちょっとこれ買おう。いや、あのね、マジで焼き魚食べたいねって話をしてたんだけど、あれめんどくさいやん、ゴローンのやつ、下にあるガスコンのやつ。これで、いや、決まりました。じゃ、僕はもうこのサメさんとレンジメイトプロ、この2つで大丈夫です。もう大丈夫か、とりあえず。5、4、3、2、1、終了終了終了。パンパンだ。まあまあ、ひとまず今回ですね。さあ、ということで7回終了いたしました。はい、ありがとうございます。カゴが増えてる、1個5個になってるカゴが。本当だ。いや、これ僕動画で言ったんですけど、うん、今日が引っ越しなんですよ、僕この後、うん、そうだね。あの、引っ越し用品を揃えるのにこの企画がちょうどよくて。確かに、これ以上、これ以上ない日やな。そうやでね、俺が今日目当てでやってたこの、うん、ホテル仕様のバスタオル、すごいね。
これ1個5000円します。高っ。何個買ってんの。バスタオルが3つとフェイスタオルが3つで、スリッパとかコップとか2、3枚いってるわ。はい、まあ、あとは誰が払うかって自分で来るで払ってたそうだ、ね、もうこのフラグ立ちました。いや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 、これはもう今日勝つ気でしかおらんから。なるほどね。みんなそうで、なんか1商品ずつぐらい紹介してよ。あ、1商品、じゃあもうマジで商品紹介してる。何これ。電子レンジ専用調理器レンジメイトプロ。これでね、あのレンジだけで魚が焼けんねんって。え、これいくら。9900円。お前料理しないやん。ほんで、いや違うねん、焼き魚が食べたかってんやん。お前マジで、じゃあ次部屋行ってそれ使ってなかったら募集するから。と思うやろ、もう今日これ使う。もう俺これ決めた。俺今日もう鮭食べる。で、ヒロトこれ何。え、これやばいぞ。何。まな板シートっていう、うん、まな板の上にこうやって敷くやつ。これがな、クソ便利やねん。うん、そうなの、うん、あれば便利だよな。掃除が楽になる。嫁が欲しがるようなやつ、まあ、ばっかりだね。はい、嫁にご飯。でもこれは俺のエプロン、撮影用っていうか、もう持ってないからエプロン、うん、テンション上がるかなって。なるほどね。嘘つけ、蓋開けて、お前これ嫁が使っとったらどうすんねん、お前。はい。いや、私だ。で、俺は、はい、ついに買いました、出刃包丁。はい、関孫六のね、はい、使う。いや、俺、最近魚さばきたすぎちゃって、ほん本当にさばきたくて。この包丁いくらですか。わかんない。怖、一番怖いやん、お前が、うん、なんか結構良さそうやこれ、うん、これめっちゃフックかかってました。そうやん、あ、いい商品です、これ。はい、ということで、これにて7回は終了になります。はい、はい、では続いてのフロアへ移動しましょう。はい、ということで続いて5回になります。はい、はい、続いての5回のコーナーがですね、バラエティ、トラベル、ホビークラフト、モバイル、ペット、グリーンになっております。はい、なんかおもろそうなフロア来たで。いや、もうすでに後ろがもうなんかオムスースースーもあるな。バラエティやろ。トラベル熱い。トラベルはちょっとね、今後夏の撮影とかでちょっと使う熱いものがあるかもしれない。熱いね、確かに。マジでいるもんだけにしようね。うん、オッケーオッケー。お前さ、なんか何よ、別にいるもんも自分の中でのいるもんやから。では参ります。5回制限時間10分、用意スタート。スタート。いきます。よし、いきます。ホビーって言ってもあれだね、多分こういう、あ、ポケモンどこだ。たった10秒のルール説明で子供も大人もみんな楽しい。欲しい。3500円もする。始まります。ちょちょちょ、買わない。なんで嘘に決まってんじゃん。最高か。最高。ちょっと待って、ここいいんじゃない。スピーカー、これ、これ欲しい。結構探したい、いろいろ。スピーディーに行くか。まずいかな、これ行ったら。うわ、ちょっと待って、でもほんまに欲しいかもしれない。どうしよう、これ最後の最後に迷います。うん、なんかさ、やっぱ海外行くってなったらさ、鍵とかあった方がいいよね、キャリーケースに。はいはいはい。あった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 。でもナンバー式だけでいいわ。え、かっこいい、これめっちゃ。しかも重い。これにします。番号は誕生日の813に設定したいと思います。うわ、なんかおもろいのザーあるぞ。サーフスケート。へぇ、ちょっとおもろそう。しかも1位。うわぁ、頭悪そうな顔してるね、君。へぇ、やばい、あのスピーカーが欲しすぎて、あのスピーカーしか頭に入ってない。うわっ、サイドシャワーって。あー、この回もいろいろあるわ。うわうわ、やっべえの見つけたー。いや、お前それは来たー。それは来たとはならんやろ。やったー。やったじゃねえんだよ。電動キックボード税込み11万円。え、欲しい。マジでいく。アホやわ。6万5000円もある。こっちのインチョ。え、ちょっと待って。え、本当に欲しい。待って待って、これ食パン500円なのにこんなに触り心地すごい。やばね、これすごい、すごくない。欲しい。やばね、これ。それぞれがおかしすぎる。すごくない。欲しい。ピザとかいっぱいあるよ。いや、俺エビフライがいい。あ、お食パン打った。
待って、でも食パンがいいかな。はい、これじゃあお揃いで買おう。おるおる、なんかおる。はい、じゃあ食パン1個買います。これ多分犬のおもちゃや。え、犬のおもちゃ。ペットトイって書いてある。マジで。お前さ、え、まあ、いや俺買おう。犬じゃねえんだよこっちは。でも買おう。残り5分です。このサングラス買ったろうか。ちょっとかけてみて。あ、これめっちゃかっこいい。あ、これ買ったる。え、これめっちゃかっこいい。トール、めっちゃ似合ってるわ。めっちゃかわいいやん、これピカチュウ2人で。結構これ面白いな、ここの回。すいません、これじゃなくてこっちでもあるんすか。いや、めっちゃ迷う、どうしよう。さっき TikTok でもバズってたんですよ。ありがとうございます。いかつ。ありがとうございます。ちょうどでした。ということで僕が買ったのはこちら、スピーカー4万3000円です。残り1分、残り1分でめちゃめちゃおもろそうなのを買います。あ、残り1分。好きだろかお前。なんで好きだろか。どこにも行かへんように。俺の兄貴は付き合い取ったらしいからな、親父に。ドラクエ人狼だって。めっちゃおもろそう。今日ドラクエの日だから。あ、スイス酸素欲しい、酸素が欲しい。1終了。これちょうど子供にあげる、これ。よし、終わり、この回は。ということで5回バラエティーコーナー終了。はーい、どうでした。あ、動くメディーコーナーでもしたいけど、ちょっと見とれすぎてて、ちょっと時間足らなすぎた。え、ちょっと待って、もっちゃんと一緒に入れてきた。一緒に買いました。柔らかい。え、これどうすんの。これは、これ違う、これペット用品や。犬を買った時に。なるほど。え、もちろんそれだけ。もうこれだけ。え、えぐっ。お前500円です。で、ヒロトは今日ってドラクエの日やね。あ、そう。だからいっぱいドラクエ用品を買いました。これは、まあそんななかったんだけど、まあ必要最低限のものと、あとはトールへのプレゼント。おー、いいね。ありがとうございます。トールへの子供と、トールが似合ってたこのサングラス、買ったみたいな。まあ、ね、必要なものっていう感じで買いました。はい、で、俺はちょっとカゴパンパンにしてたんですけど。いや、パンパンっていうか、それ何かよく分かってないんだけど。何か、ごく一点集中。お前、えぐいの言っとるやんけ。アンプか。スピーカーか。スピーカーだよ、マーシャル。スピーカーです。最近 TikTok で見てまして、ホームブルートゥースピーカー。引っ越したら買おうと思ってたものをやってたら俺が見てた。やってたら、これがオシャレ、マーシャル最高オシャレみたいな。やってたな。スピーカーです、これ。これ結構値段いった気がするんだよね。お値段4万円。えぐ。ああ、おかしなことになってきちゃった。え、マジでハンズ、俺の欲しいもんめっちゃ置いてる。え、ハンズすごいな。いや、ラインナップだわ。え、狙ってたもん、ドンピシャに全部あるわ。俺まさかこれここで買えると思わなかったもん。ね、俺も、うん、俺も見かけてた。でも一撃4万ね。だから俺もだ、電動キックボードとかそういうのもいけちゃうわけだ。あ、そうだ、全然いっていいねんけど、まあ、あの払える自信のある人のみ。オッケーオッケーオッケー。だから払わないよ。誰も死ねえんだからさ。オッケーオッケー。ということで残りは、2フロアになりました。はい、続いてじゃあ4階に移動したいと思います。はい、続いて4階になります。4階が文房具類ですね。はい、もう僕らが学生の時に見てたやつが多分大量にあると思います。ということで早速参りたいと思います。4階文房具コーナー、レディーゴーゴー、行きましょう。行くぞ。よし、行きましょう。まあここは正直俺はあまりなさそうな気がしてます。うわ、なっちぇこれ。えっ、この筆箱、うわやばい。ナッツ、待って、懐かしい。まだあんねや、この形。使ってたこれ。えぐい。めっちゃ興奮するんだけど、なんか、まあ、最初こういうのから始まって、
こういうのがかっこいいと思って買い始めます。でだんだんコンパクトがいいってなって、こうコンパクトにしてくれるな。そうですね、筆箱って。うわ懐かしい。これね、最近奥さんが自分で日記を作るみたいなことをやってんのよ。ノートみたいなの買って、ステッカーとかを貼って自作のノートを作るみたいな、おしゃれなみたいなのやってるから、それのいい感じのなんかステッカーみたいなの買えたらいいんだけど。こういうのだ、マジで。こういうの買ってったよ。このなんか上のやつ素敵やん。これなんて、すっごい素敵やん。アニメステッカーあるやん。ワンピースのステッカー、ドラゴンボールのステッカーもあるよ。うわ、ヒロとかなんか、あっ、あ、ナルトある、ナルトある。で、俺ミナコとナルト、下にはヒロアカもあるんですよ。はい、僕トドロキと誕生日一緒です。1月11日なので入れます。警察呼びますよ。ちょっと来ないで。警察呼びますよ。5月28日、エスポ来てるよ。だよ。あのこれ消されてなかったら多分あると思うから。あ、これ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 、トレーディングカード対応サイズ。あ、なんか家にさ、企画で買ったさ、ポケカのなんかさ、高いカードとかあるわけ。あの目隠しでやってる。そうそうそう、目隠しショッピングで買ったやつとか、うん、1枚多分ね6万ぐらいのブラッキーがあるから、それの保存用でやってましたね。残り5分、残り5分。今度ちょっと僕結婚式行かないといけないんで、はい、ちょっと多めに包む人なんで、これ1個とこれを2つぐらい買ってます。300万円まで入りましたですよ。ふんかつ。あ、絶対ここら辺欲しい。こういうの可愛いね、普通に。あ、あったあった、やべえ。これ買います。なんかフィギュアとか、そう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 、もうこれも欲しい。ゴルフボールをね、プレゼント結構もらうんよ。へぇ、俺のこの写真がプリントされてるやつとか、はいはいはい、そういうのを入れるようなケース。へぇ、しおり欲しいんだけど、俺本読むからよく、最近読み始めたのが逃亡っていう、初めて芥川賞かなんか取ったやつ。へぇ、これだけだけやん、ちょっとだけやつってこの回あんまり買ってないから。結構大丈夫だ。黒板消しクリーナー、これ何これ、画面クリーナーやって、こういうのでみんな作れてんねんな。こういうのでイベントの時とか、はい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 、うわ、ありがたいな、こう思うと。腰とかこうやってあてがってさ、うわ、ありがとうございます、いつも。残り10秒よいしょ、立ち、やばい、やばい。使用中、空室。あの、無理やりねじ込みました。やばいって。これ何本？2090円もするって高っ。はい、ということで文房具コーナー終了。さあ、どんな感じでしょうか。見て、これすごくない？あれ祝儀袋なんですけど、これもうちょっと結婚式あるんで、ごっついな、それが。これ10万円から300万円入る超特大祝儀袋。え、俺挑戦したのある1個。何？リモコン入れ。うわ、俺もこれ買うか迷った。迷った。リモコンどこどこってやってるから、これがあれば収まるかなって、うん、俺はこれ画面クリーナーやって。これ画面を黒板消しの。スマホとかすごない？かわいいけど。かわいいな。さっきから1個しか買ってない。いや、難しいね。何それ。使用中と空室。でさ、ほんとに優柔不断だよね、たぶん、うん、ちゃんってなんかでっかいの持ってるで。俺はえ、何？これちょっと見えづらいんだけど、あのちっちゃいあのフィギュアとかを入れるやつ。あー、あーいいね。これいる？どれ？ゴルフボールケース。俺をプリントしたゴルフボールとか送ってきたりしてくれるのよ。すごっ。はい、ということで文房具コーナー終了ということで、はい、続いてが、ラストのフロアになります。はい、では行きましょう。はい、うん、さあ、ということで最終フロア、ヘルス&ビューティーコーナー。多分おそらくここからエグジーがあるんですよ。いや、そうだよね、はい、僕も一番ここを楽しみにしておりました。はい、いろいろあるよ。ありますね。わかりました。坂井さんがいます。ドン・キホーテの時にもお目にかかりました。フレグランスだって買いましたからね、これは。いや、ここ多分相当いきそうな気がする。いや、これはね。ということでラストフロア、3階ヘルス&ビューティーやっていきましょう。はい、ということでいきます。3階ヘルス&ビューティーコーナー、よーい、ス
タート。よし、行きましょう。さあ、ここはめっちゃ入れれそう。よし、じゃあ行きましょうか。ここは、まあ、化粧品とかだよね。お、もうありました。おお、エグビー。ちょうど僕ボディーソープないんで、ボディーソープ買ってきます。こんな感じでサンドさんに置かれてるんで、ぜひ皆さん買ってください。あれ、これ今何探したんだっけ。やばい、マジ忘れてた。朝早いんすよ、今日5時から撮影開始してますから。いらっしゃいませ。あれ、本当に何買おうと思ったのか忘れた。パックだ。パックを大量補充します。使ったことないやつをとにかく入れてる。これ、辻ちゃんのやつ。これでもね、すごいいい辻ちゃんのやつ。なくなっちゃったから買います。うわ、これね、いいだよ。俺結構好きなんだよ、JM ソリューション。これ俺好きっす、僕。おすすめ。この企画住んでたら買わんときゃよかった。エグジ見つけた。スタイリング剤コーナーに置いてあります。すっごい黄色で目立つから、マジ皆さんぜひ買ってください。ほら。はい、ハンズクラブ基準ポイント10倍対象商品です。ハンズクラブの皆さん、これ買ったらもう本当にもうウハウハ。10倍ですからね。あ、ごめんごめん。これいい。ちっちゃくて見えなかった。見えてるやろ。これここら辺パック？パックだよ、全部。どういうのがいいの？おすすめ教えて。俺が好きなのはこれ。JM ソリューション。JM ソリューション。これ高い？高いよ、まあまあ。5枚で1000円するから。あ、そう。あのさ、何してんのかな？これとこれかな？お前それでもう1万円やぞ。何？知らないつ、人の金なんだからや。うまっ。めんどくせえとか言うなら買うんじゃねえよ。じゃあこの辺もなんかじゃあ買っとくか。あー、やっちゃってるあいつ。やっちゃってるあいつ。知らねえから。やばい、重いって。見てんじゃねえよこれ。やろやろ、見るはタダだろ。ななんかあいつ荒れてない。魅力剤めっちゃあるんちゃう。ほら、あ、これめっちゃ人気なやつやんな。めっちゃ汗かくやつ。僕ちょっと入浴剤オタクなんで、僕が好きなのはこの日本の名湯シリーズ。これ買います。リファだよな。うん、この口すごいらしいです。めっちゃ汗かく。あ、マジで。こんなん言われたら買おうかな。じゃあこれ買います。お、エグジーおるやんけ。どうですこの僕の BG。 バクイケじゃない。歯ブラシ。やばっ、やばっ。これ2個買っとこ。これどうかな。じゃあこれ何、透明感のある肌を目指したい方や。これいったろ。フォトブライトショット税込69,300円。はい。知らねふぅ。ある、めっちゃすげえ。しかもエンドだなっていう、このね、すごい目立つこっち側にあります。スプレーと、詰め替え用のボディーソープ。残り3分です。あ、待って、これ使ってみたかったんな。三角やね、この先っちょが。俺ちょ、これ買うわ。カロン買ってあげるよ。ね、ほんと俺タイムリーであれ使いたかったんな。ちょっと俺とんでもないもの入れちゃったからさ、パック戻すわ。ごめんなさい、一旦カゴに入れちゃったんですけど。え、東京ルルル椿だって。あ、顔肌パシー。東京ルルル。これはいい、何本あっても大丈夫だから。日焼け止めで。もう遅いか。これ日焼け止めだね。もう遅いな。いや、めっちゃいいねそれ。10、9、8。え、なんか入れられたんだけど。4、3、2、1。終了。もう出せませんから、あの商品は。もう出せません。知りません僕は。ヤッホー。これしか書いてない。歯ブラシ2本と歯磨き粉。はい、ということでヘルス&ビューティーコーナー終了。いやー、ここちょっと時間足りんかったんじゃん。
盛り上がった、マジで盛り上がりすぎて。僕はパックこれなんか今流行ってるやつでしょ。まあ、普通にボディーソープなかったんでエグジー買いました。はい、蒸気横たわりマスク、入浴剤、入浴剤ね、はい、入浴剤と、まあ歯ブラシ、こんな感じ、うん、です。はい、僕これ買ってみました。え、奇跡の歯ブラシ。何それ。出た、三角になってるやつ。知らない、最近それトラじゃねえ、まあべなんだっけ、令和のトラ令和のトラでこれめちゃめちゃバズってたやつ。そうだよね。そう、俺も知ってたから。え、ちょっと待って、お前気にしいやん。もっちゃんに言われたこと気にしてるやん。え、ちげえよ、これさ、もっちゃんになんかピョンってこれ俺じゃないよ。毛穴全開って書いてるやん。これもっちゃんに入れられたよ、俺勝手に。あとはパックとか JM ソリューション。え、なにこの、ちょっと引っかかり開いてるこれ。そう、それ辻ちゃんのパック。辻ちゃんのパック、お前大好きやな。絶対嫁像見てる。嫁王やんな、これ。これめっちゃいいね。あ、そうなんや。めっちゃいい、つけ心地もめっちゃ気持ちいいし。へぇ、まあ、あとメグリズムと、あとこれリファ。リファ何、リファって。 あ、ブラシ、あ、毛か、シャープじゃないですか、髪の毛ね。裏方のヒカルがこれめっちゃいいらしいっすって言ってて、買ってみようかなと思って。なるほどね。どこの女にこの意見聞いたんだろうね、ヒカル。どこの女に聞いたんだろうね。なんかやることやってそうだね、その感じはね。なんかやることね。詳しいんじゃないの。で、待った少ない。いやもうね、え、今日買い物してる。まあまあ、まず歯ブラシと、めっちゃおもろい歯ブラシ買うやん。これ柔らかくってすっげえ。ほんでなんか歯を白くしてくれるスワッグっていう歯ブラシ。へー、これすごい。あ、歯磨き粉ね。え、だけだけ、うん、マジ、うん、ちょうどスプレー切れたからエグジーのスプレーと、はい、あとボディーソープの詰め替え、うん、で、あとヒロトからおすすめされたパック類ドサーって前入れつつ、こいつやばいね、バゴーン取ってたね。あ、でもいや戻したね、調子乗っちゃったなと思って。あ、戻したんだ。そう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 、なんかお札ちゃんがあるんですけど、うん、うわ、いや、ダイソンじゃん、多分ダイソンとライヤーちゃん。え、ダイソンのってあった。あったよ。フォトブライトショットっていう、ダイソン、この肌にさ、光を当ててピャン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 ってやるやつあるじゃん。おお、お値段なんと69,300円。地獄です。はい、地獄に落ちます。いや、俺今日絶対大丈夫な気してるから。いや、絶対負けます。いや、俺ぶち壊しに来ちゃいました。使う。ほんまに。いや、だから俺も今年美容の年にしよう。え、これ何、脱毛。いや、違うよ、違う、脱毛やん、もう。え、絶対やらんやん。やるって。やると思う。やるわけないやん。え、ピュッと光らすだけ。いや、なんか、だからその肌ツヤ良くしたりとか、ね、でもあんま見てないからあんま分からんけど、かわいい。絶対いいやつだから。絶対やらんやん。え、やるって。やると思うぞ、俺。いや、やらんと思う。絶対やらんもん。いや、やるんだよ。でももうこれはいいよ、俺も最後戻そうと思って。悪ふざけで入れて負けます。いや、大丈夫だ。こうやって悪ふざけで入れて負けるんです。ほら、こういう雰囲気になってきた。これが男じゃん、これが。いや、まあまあ、じゃんけんしないのか、全部。今ので69,000円なくすな、うざすぎる。最後に来たよ。せめてダイソンやろ。え、ダイソンどこにあったの。ここライアーとこ。あ、マジターバレンクテン壁沿いずっと出たのね。うわー、絶対気づかなかった。猫座見っときゃよかった。皆さん、誰が負けると思いますか。イエーイ。いや、これこの感じで俺やと思うじゃん。まあ、俺も今まだ高いの売れてるから、お前ら負けたらとんでもないで。よし、俺なんか今日ぬいぐるみ買ったようなもんだよ。俺意外と入れてんだよ、実は。あ、そう。いや、さ、ちょっとバコーンのやつないやん。まあ、売ってる。え、どこに。前のやつ。え、紹介してない。うん。お前一番こすいね、それ。それ紹介しろって言ったよ。トン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 。でも、あの、3万のシャワーヘッド。え、ちょ、お前待って、ちょっと。トン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 。え、ちょ、意義あり、意義あり、意義あり。これもっちゃんだね、今日。いや、ガチヤバ。いやいやいや、絶対にお前の。いやいや、うぜぇ。じゃあ一回、お会計しますか。はい。はい。声出てへん。なんじゃない、楽しくなっちゃった。はい。うえーって言ってた。貸し切りで。じゃあ一回お会計しましょう。はい、ということで、合計金額が出たようです。はい、はい、ちょっとかなり時間がかかってたんで。かかってましたね。僕だけがそれぞれの金額を知ってるんですけど。はい。あ、はい。ちなみに、ドン・キホーテ超えです。ね、言ったでしょ。余裕で。余裕なんだ。じゃあ金額発表します。はい。ちっちゃい人からいきますか。はい。まず
島袋だと思いました。17,886円。あー、電子レンジのやつ、あれが1万円するから、それ以外で7000円だってから。続いて、ヒロト、78,680円。跳ね上がりすぎやろお前。前回よりは余裕で超えてるわ俺多分。てことはだね、てことは相当いってるね。もうその時点で9万ぐらいいってんの。はい、続いて僕です。はい、僕が97,471円。あ、えぐ、18ぐらい1位だと思ってた。そしてガチ山、えぐ、127,156円です。よっしゃー、バクアドー。まあ、あれか、最後のあれでか。そして合計金額、はい、32万1,202円。えぐ、32万。前回より10万。マジでやばい。やばい、1万やで。そうよ、1万7000やで。え、俺まさかこんな言ってると思うんだけど、俺自分の脳内計算で17万ぐらいだ。前回超えると思わんかったわ。すごいね、男気ですから。はい、男気じゃんけんか。はい、一人勝ちとかなった場合マジで嫌やなそれ。30は気合入るわ。気合入るな、いいな。なんか久々でもなんかいいんじゃない、もうやっぱ男っちゅう。いや、そうね。じゃあいきたいと思います。勝てば払わないといけないですよね。勝てば払わないといけない。いや、勝てば払える。負ければ払えない。負ければ払えない。そうね、いきます。はい、せーの、男気じゃんけんじゃんけん、ほい。よし、まあ、残念でしたけど、まあダントツにすごいんで、まあ、皆さんは、まあ、まあまあ、確かに、まあ、これはそう、まあそうだよね、さすがこれはそう。悔しい、俺もう、いや本当にもう負ける気なかったの今日。すいませんが、いいね、戦ってください。まあでも今の金額見れたらもうそうだよ。まあお前はいらない。うん、いや、お前リファ何入れたっけ。3万のシャワーヘッド。しかもダマで。え、それ忘れんのお前。しかもダマで。そのダマがお前を決めることです。いくぞ、よし、せーの、お願いじゃんけんじゃんけん、ほい。おお、いいね、いい、いい空気感、いい空気感。せーの、お願いじゃんけんじゃんけん、ほい。だるい、魂込めたお得にしようぜ。ああ、声出そう、全員で。あ、オッケーオッケーオッケー。せーの、お得にしようぜ。マジか、買えない、買えない、買えなかった。いや、もう買っていいだよ。しゃこれはマジで嬉しい。絶対に俺は払わんつもりできたから今日は。いや、なんか前回と一緒でさ、金持ってきてないんだよね、全く。払う気全くないから。なんでな。いけるいけるいける。よし、これはマジで嬉しいぞ。俺今いいよ、マジ楽しい状態だから。俺もピラザ、ピラザ、うのオーラ出てる。ピラザ、うのオーラ出てる。顔色、顔色悪い、顔色悪い、一緒じゃん。ピラザ顔色悪い、リアルすぎてる顔が。残ると思わなかった。リアルフェイス。さあ、32万1,202円。オッケー、払うわ。どちらだ。いけな。あー、楽しくなってきた。やばい俺。もうやっぱ男やわ、めっちゃ。じゃあ行くぞ。2連続のガチヤマなのか、それとも顔色の悪いヒロトなのか。よし、お願いします。ドキドキする。せーの、お前いないいないよ。欲しくないものを買う人が、あー、なるほど。もうほら、もう映しちゃって、この顔映しちゃってみんな。違うんだよ俺、その30万はいいわ、はい、俺この企画で2連チャン負けてるっていうのがマジ悔しい。ガチャガチャ、2本で50万。いや、まあ、それ額じゃないのよ。うわ、マジ悔しい。30やで、うわ、マジ悔しいわ、やばい。でもとりあえずさ、金だけ貸してくんない。金ないで、俺とりあえず借りるわ、リスク返すから。
この企画終わりね。この企画終了。50万払って拒否権なかったら俺このグループ脱退します。さっきまで自信満々で、めっちゃ勝ちます。こんな満々だって。あの、俺裏話があって、前に俺企画で一撃100万ぐらい払ってた時あって、で、それヒカルに話したら、そんなことまかり通ってんすかエスポ。え、マジで。いや、まあ、違う違う、まあ、そういう時代もあったよ。マジでやり返した方がいいっすよみたいな。だから確かに俺そのヒカルと話したあれあったわ。俺今日ぶち壊すって思ったの。なるほどね。ぶち壊れてるわ。だからガチワマは強がんない方がいいんだって。いやでも大丈夫、俺男だから。あ、強がってる。でも男でしょ。え、トールこれ強がってる。いや、強がってます。かなりな。かなり一番金ないんだ。いやちょっとマジで吠えたね、これは。うわ、俺もそっちが行きたかった。俺も勝者の吠えしたかったわ。まあいいんじゃない、金あるある時に使っていいから。あざす。はい、はい、了解、お願いします。はい、じゃあこちらの方にさせていただきます。暗証番号だけ言ってくるな、それと結構つぬいている。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あんまり痛手に感じてないところが多分金のないところだと思ってんのよ。うわ、出たー、出ました、このレシート、イカレシート、イカレレシート来ました。人生2度目の、もう遊園地乗るときに子供の身長測るぐらい120センチぐらいあるやろ、ちょっと。うわ、やってもうた。はい、ということで、お会計金額32万1202円、ご購入完了でーす。いや、俺本当に久々にこの30万の買い物したやん。俺やっぱカードで払ってるから全然今痛いあれないわ。いや、もう来月再来月泣くから。せいでね、もうその時はいいんじゃない、その時に泣けば。今日はまだ大丈夫。はい、ということで詰め放題男気インハンズ終了。おいおいおい、30万ありがとうございました。ありがとうございます。おいっす、男なんで。はい、別に何とも思ってねえっす。トール、これ大丈夫？強がってます。嬉しそうな。正直やっぱカードで払ってるから今はダメージないけど、後々多分一人でへこんでそう。はい、ということで、まあお会計はガチヤマになったんですが、なんとこの度ハンズさんでリグジーが大々的に展開されることになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、なんと今回こちらのエグジーを、ハンズで買ってくださった方、先着でオリジナルステッカーをプレゼントさせていただけることになりました。ありがとうございます。めっちゃ可愛いから、まあ多分画像出てると思うんですけど、こんな感じです。はい、ぜひゲットしてみてください。でですね、こちらのハンズさんでは、7月5日まで、はい、エグジーを、置いていただけることになりましたので、はい、ぜひ皆さん、僕たちのね直筆サインなんかも、飾ってあったりますし、するのかな。うん、はい、あります、あります。はい、ここにはハン君のかな。はい、みたいなのもあるので、ぜひ皆さんチェックしに来てみてください。お願いします。でも俺のマジでおすすめはこちら、ボディーソープ。よしよし、マジでこれいい匂いだ、使ってください。ということで、今回ハンズさんで詰め放題男やりましたので、はい、次回があるのか、この強がり男次第でございます。はい。いや、これまだちょっと怖いのが、5人でやってない。いや、そう、揃ってないところがね。前回3、今回4。で、俺のバカさ加減も多分次行ったとしたらアップしてるだろうから、もうほぼ6人ぐらいになっちゃう。やばいね。やばいよ。えぐー。次払うやつ、えぐー。あー、いそうやねー。でもね、第3回、開催されるか分かりませんが、はい、また次回の、詰め放題男気で、いや、もうやめとこ。あ、もうガチヤマが一生報われないやつだ、これ。ガチヤマが企画会議で出さないからやめとこ。どういたします。皆さん、お待ちしててください。誰かが破産する日がまた来るでしょう。頭からつま先までのエスポアルイナーズナー、リスナーの心くすぐりかますイタズラ。大阪、埼玉、石川、ライフェンセンの YouTuber、 ヤバすぎて食らうからチャンネル登録する。 Yeah, how's it go? エスポアルト
トライブ時代を変えるために今アクションやげよう12345動画再生数急上昇難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動折れない心を持つのがマストエスポワールのインパクト